飛ばしてるの。はい、それではネクストスマートシティと題しまして、キックオフイベントを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日ですね、スライドの方を使って皆さん Q&A、拾う時間ないかもしれませんが、コメントをぜひ残していっていただければと思います。はい。ああ、いいですね。なんかそっち向けたいな。はい、みんなに写真撮られてる気分ですね。はい。申し遅れました。コードフォージャパンの世界と申します。よろしくお願いします。本日、あ、切り替えじゃ怒られた。もう一回、もう少しだけお願いしますよ。ちなみにですね、スライドドットコム開いていただいて、NSC240328 は、ありますね。今日の日付です。NSC は、ネクストスマートシティ。ナショナルセキュリティなんとかじゃないですよ。ですね。はい。で、スライドドットコム、NSC240328 でも入ります。時々、この、QR コードを映しますので、途中で Q&A とか、応援メッセージですね、書いていただくと、読み上げられるかもしれません。ということで、早速ですが、本日のアジェンダについてご説明いたします。先ほどの方々にもご案内いたしましたが、第1部のみライブ配信とさせていただきます。ライブ配信の結果はアーカイブされますので、後から振り返ってご覧いただくこともできるかと思います。第1部ですね、対談、TIS の伊谷さんと、ご当社パンの対談の後、パネルディスカッションですね、こちらはモデレーターに TIS の多田さん。で、TIS の坂本さん、アンデコの三木田さん、フォトジャパンのカーズ、エンテージの田畑さんをお招きしまして、パネルディスカッションを予定しています。ここまでが第1部のライブ配信となりまして、90分ぐらいを予定しております。多少前後するかもしれません。90分ぐらいを予定しております。で、その後第2部としてワークショップ、これ会場参加の方のみとなります。ライブ配信となりますけれども、アプリビジョンプロ体験ワークショップというのを予定しております。もうすでにですね、早めに来た方は、なんとなくそこでやってるのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、本日、アンデコ様の、ご協力によりまして、アプリビジョンプロ3台会場に持ち込んでおります。皆さんぜひ体験していっていただいて、この先のスマートシティについて考えていただける時間を常にみんなで共有できればというふうに思っております。その後、懇親会、会場を29階、下の29階の、職場エリアですかね、に移して懇親会を予定しております。懇親会ご参加ということで、書いていただいている方もちろんですけれども、それ以外の方で、懇親会でないなという方いらっしゃればですね、ぜひお声掛けください。2000円だけ実費で徴収させていただきますが、それ以上のものが皆さん、読み食いできると思いますので、ぜひ楽しみに、この後もネットワーキングをして、聞いていただければと思います。第2部の終了が18時頃を予定しております。その後、懇親会、会場29階に移して、1時間、まあ、19時回るかな。はい。まあ、皆さん、気の向くまま、最後まで、懇親していっていただければと思います。ということで、この後ね、ネクストスマートシティということで、はい、スマートシティのその先を考える。このタグラインは、多田さん考えてない。あ、はい。考えてないんですけど、今回ですね、企画を一緒に TIS の田さんと一緒に考えました。田さん、あってのコピーボードですね、もうスマートシティは、だと言いたい。ここで多分ちょっとライブに起こるんでね、ピーって入ってると思うんですけど、皆さん心の中で保管していただけると思うんですが、今までのスマートシティの取り組みをそろそろ振り返る時期に来てるんじゃないかな、ということを皆さん、格うなずいてらっしゃいますね。やっぱカメラはそっち向けだ。よく見る方々、そうでない方々、たくさんの方々の会場にもいらしていただきますが、この NEXT っていうキーワードにはどんな思いを込められているんですか？ NEXT、次行かない。今ずっとね、いろんなところで、なんて言うんでしょう。リブートとかいう言葉がね、あの、自分の方はわかるんですか？戦国の方ですか？戦国の方。身内ネタみたいな。ちょっとそういう振り返り機会がないと次行けない。で、そこで NEXT っていう真面目な形をつけたんですね。ただ、NEXT は、そうですね。特に NEXT っ
イメージしてるものって何なんですか？技術。技術は、もちろん進んでいくんですけど、プレイヤーが10年間、多分ね、これも前の話。顔に変わらないですね、10年前にね、今まで。で、その人たちが、一生懸命やっておられるんですけど、次の10年の対応方を知っていかないといけないですし、いろんな多様性とかをこれから考えていかないといけないことだと思います。まあ、技術を分かるというか、プレイヤー、エクストに行きたい。っていう思いで、高橋さんに投げました。はい。ということで、ネクストで始まるキーワードをその後にいろいろな言葉をつけて、場は変えないですね。この場所でですね、今後定期的にこういったイベントをやっていけたらなと思っています。第1部でこのようにセミナーをさせていただいて、第2部は皆さんワークショップという形でワイワイと、それぞれ自分たちのフィールド、自分たちの取り組みみたいなものをですね、3ヶ月に一度ここに持ち寄って、自分の現在地を再確認するような、そんなイベントに育てていけたらなというふうに考えておりますので、来年度以降、ぜひこの場所で。皆さん定期的にお会いできる。今日いらっしゃない方もですね、ぜひこの場所に TIS プレス、ベイサイドタワーの32階ですね、イノベーションハブ、イノベーションラボ、なんか素敵なエリアがございますので、こちらでやっていけたらなと思います。それでは、前向きはこのぐらいでいいですか？喋れるね。え、いいですよ。はい。前向きはこのぐらいにしましてですね、この後、多田さんには、パネルディスカッション、モデレーターをしていただきますので、ご覧にしていただければと思いますが、まず最初に対談ということで、TIS のゆたにさん、コードジャパンの関、このお二方をお呼びしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい。Apple Vision Pro 楽しかったです。Apple Vision Pro ってどういうあ、いや、怖い。恐竜怖かった。ね、すごい、パスキル、すごいし、本当、テレビじゃないなって思いました。はい。というところで、2年前ですかね。2年前ですね、6月、2年前の6月にはですね、スマートシティに関する、イベントをやらせていただいて、まさにこの2人でやっていただいたわけですけれども、今の、多田さんの、ネクスト、はい、対する思いを聞いて、まず、いかがですか？自己紹介しましょうか。Code for Japan の関です。よろしくお願いします。2年前ここで、Make Our City というですね、自分たちで作るみたいなことをかけるデジタルが必要なんじゃないかという話をさせていただいたりしてきました。で、今日は、ちょっと総括的に振り返って、いろいろ反省もしながら話していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。TIS のゆたにと申します。よろしくお願いします。ご存知の方もかもしれませんが、TIS はシステムインテグレーターという業界なんですけども、TIS はですね、この10年ぐらい、従来のシステムインテグレーターではなくて、自分たちで新しい事業をやっていこうというふうにチャレンジしてして、私はこの中でも特にですね、ふわっとしたというか、先を行き過ぎないように、なるべく先を行ってるようなところを担当しているような感じで、やってきてます。ということで、スマートシティについても、SIR でも先の方からやっていくなっていう感じです。まさに今日みたいな、ネクストっていうのをやっぱり考えなきゃいけない時期来てるわけですので、こういった活動をした時に。あと、今日、そういったこれまでの振り返ると、これからどうして、ちょうど考えるのに、関さんの話をしてやっていくと、すごく嬉しいなと思って、参加に来てます。はい。よろしくお願いいたします。では、そのネクストっていうわけですけれども、多田さんの、その投げかけに対してどう思うかというところと、あと、2年前、まさに、こういうことやっていきたいみたいな時に、どういう話をしてたんだっけみたいなところと、あと、振り返ってみて、今、現在地としては、なんかこういったところはできたけど、こういったところは課題だよなとか、もうそういうのがあるかもしれないですけど。はい。ちょうどその2年前に、やった時の、プレスを出して、共同出した時の、読み返したんですけれども、3点そこで言ってまして、一つは、持続可能な地域づくり、市民参加型だと、それから、これから2年ぐらい、まだまだ、言ってた人も、行動が多かったんですけど、そういうふうなことを言ってます。で、もう一つがデータ全循環、データの数ですね。そういったことが、これから、つまり、オープンデータをはじめとしてデータを出す人と使
う人が、まあ、こう、うまく連携できてないと、まあ、なかなかデータを出す人も、あのまあ、他の仕事にかまけて出しづらくなるみたいな話で、便利なんですよ。それから3つ目が、パイオニアコミュニティっていうのが、まあ、当時、まだこれからパイオニアを利用するみたいな話だったんで、そこに、やる。コンサルティしてました。なるほど。まあ、市民中心については、ぜひ私も後で話していただきたいんですけど、データ伝承感は、今のところ、どんな感じで見てますか？そうですね。データ伝承感は、まずこれですね、ちょっと2年前に、私がある自治体に行った時に、まあ、オープンデータは出していただいてるんですけど、一番新しいデータが、2022年ですけど、2017年ぐらい終わってるみたいな。よくある。そういうのね。やっぱり理由としては、そのデータ出して、一生懸命出してるんですけど、多分どう使われてるか分からないっていうのが、まあ、あるのということで、まあ、そういった課題意識がある。で、今は、まあ、T カンとかでそういう仕組みを取り入れられないかっていう、テンションで作って、まあ、これから使って見ていけたらいいなって話をやってるところです。ありがとうございます。まあ、なんかデータはね、いろいろ出たりとか、まあ使われてる例も出てきてはいるけれども、やっぱりこう、実際データとかリンク切れがめちゃくちゃ多いとかですね、なかなかクオリティの部分は波及していかないと。まあまさに循環してないから、フィードバックループが弱いっていうのはまさに、同意するところですね。ありがとうございます。パイウェアコミュニティ、いかがでしょうか？ファイウェアですよね。ファイウェアは、まあ、この2年間で、まあ、デジタル庁さんとかの活動も含めて、もうファイウェアっていうもの自体、認知度は非常に高くなった。で、使われてる事例も増えてきてますし、コンソーシアムも、いろんなコンソーシアムで、社会実装コンソーシアム、いらっしゃるので、もうやったり、スペック来てきてるので、もうこれを取り立てて言う話ではない。ただ、実際これどう使われるか、どういうデータをこれを使うかっていうのはまだまだ知見が少ないので、そっち側に移ってくる。はい。あると思います。まあ、パイウェアコミュニティに関して言うと、私の目線から言うと、まあ、2年前に目指したいなと思ってたのは、まさに EU ですね。開発者とかが、そう、ソースコードをコミットしていたりとかですね、リポジトリがいっぱいです、公開されていたりとか、あとカンファレンスで技術系のトピックがいろいろ語られていて、こうすげえこういうのに使えたのがこう語られるみたいな、そういう世界観、まあ、オープンソースコミュニティ的なものを想像してたんですけど、残念ながらそうはなってないのかなという感じがしますね。そこをなんかちょっと頑張っていきたいなっていうのが、まあ、私の思いとしてはあります。で、住民参加の部分ですけれども、その点はいかがですかね。なんか実際やっている中で、そのの形は実際そのケースがあるのか、まあ、住民参加、これもですね、私の、まあ、私の自社での活動としては、ちょうどこの2年ぐらい前にで、まあ、それで地域のところでの住民参加取り組みも課題を出して一緒に考えるとかでは言いましたけれども、まあ、ちょっと私の自分でやった活動の反省としては、やっぱりこうなかなか出来合いのもので探すだけで、そこなんか持続性があるものにはまだなってないので、そこをどうしたらいいかっていうのはまだ、ちょっと私の中ではまだこれからかなというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、コードフォージャパンもいろいろとそのメイクアバシティという取り組みの中で、まさに住民とワークショップやったりとかですね、その住民起点の課題解決みたいな。ことを施行したりとか、あと、まあ、東京都さんとかで都知事杯って、はい、ね、まさにたくさんの人なんかしてサービス作りとか、オープンデータを使ったサービス作りとかっていうわけですけども、まだまだなんかスマートシティって言えるほどのその大きな取り組みにつながっているかというと、そこまでいけてないなというのがしてありますね。で、まあ、一つそのデシティングというか、ね、その市民からいろんな意見を、言ったり、その政策に対してそのみんなで作るみたいな、まあ、そういうものをいくつかの人に提供させていただいてますけども、それは手応えとして感じるのは、なんか
うまく設計すれば、うん、割とこう、意見が言いやすい。ただ、その、向いてるものと向いてない。あ、というのを感じている。ちょっと、あったかなんか、可能性、さんですネクストジェネレーションって言うと、やっぱ、学生とかは、めちゃくちゃいいアイデアを出したりとかするし、なんか、その学生の時に、その、街づくりに参加したとか、なんか、その、意見を言うだけじゃなくて、何かこう、プロトタイプ作ってみたりとか、はい、まあ、そういう経験をするというのは、まあ、すぐに成果が出なくても、なんか、こう民主主義的な視点から、とても良いことだし、なんかそういう、こう、街に対して、我々は参加できるのであるというですね、意識自体が芽生えることというところは、すごい価値があるなと思っています。そうですね、確かに若い人は、私も学生さんとかでいろいろ話して、まあ、いろんなこういう場で話したり、まあ、採用活動で話したりしますけど、やっぱり最近、ここ数年は、自分の住んでいる場所とかに対して、こういうことをやってみたとか、やってみたいとかいうのが心配があるので、そういった人にいかに意見を作るというか、協力、一緒にやっていくっていうステージを作るかみたいな、そういうのは非常に確かに大事ですよね。ありがとうございます。じゃあちょっとその、これまでの活動を振り返って、その、まあ、反省というか、その、何、こまあ、反省というか、ですね、こう何を教訓として我々は得て、じゃ次、ネクストのスマートシティの次っていうものを思考するならば、それとは何か違う要素を出さなきゃいけないのか、まあまあ、なんか今のままの延長でいいって感じしないんですね。なんかそのタスとしてはどういう要素を我々は考えていくべきなのか、もしあれば教えていただきたいんですけども。はい。まあ少し前にデジタルっていう、まあ、キーワードがもともと流行っていて、まあ、デジタルは目的ではないっていうのが違う。まあ、スマートシティも、スマートシティっていうキーワードにちょっと囚われると、やっぱり目的っぽく見えるんですけど、実はスマートシティって目的ではないので、そういうツールとかでもないですし、そこでやっぱり何ができるかっていうことを考えなければいけないというか、まあ、トレンドとしては、自分自身もそうですし、例えば最近言ってみますと最近話題のチャットボットとか、はいはいはい、よく最近話題のチャットボットだと思いますけど、はいはい、まあ、チャットボットも結局その何の誰のその業務の代わりにあれがあるのかっていうのがはっきりしてないと使う側もそうなんですけどね、なんか元々の目的と違うところで使ってしまうと、うん、なんかこれいけないみたいな話になるし、その辺がやっぱりはっきりして、エッド投入するといいのかなというふうに思います。なるほど。なんか、技術的、まあ、技術的なことを、これできるからやりましたということではなくて、そもそもこの、そのサービスなりするなりは、その誰の課題をするのか、誰が作るんだろうのか、そこまでちゃんと考えないと、し、それは使う側にとっても、もうちょっと、ね、明確なユースケースみたいなところを抑えていくといけなかったよね。ね、で私、これ最近やって昔から思って、AI、今の AI ブーム、まあ、今生成 AI ですけど、その前、ちょっと前に AI ブームって、7、8年前から始まったじゃないですか。その時から言ってたのは、AI に含む IT っていうのは、人間が行っていることを、まあ、代替するか、もしくは人間では例えば24時間働けないんで、拡張能力を拡張するかみたいな話に出てかないかなって、そういうふうに、還元、そういうふうなところから理由ができてないものは、うまくいかないんじゃないか。なるほど、確かにそうですよね。うん。なんか、どうしてもこう、まあ、我々も含め、反省含めですけど、どうしてもこう、プラットフォームを作るとか、データ、をうまく使えるようにするとか、どうしてもこうアーキテクチャの部分とか、でその中間レイヤーのところは力が入ってしまって、なんか肝心のサービスとビジネスモデルとかですね、まあ、その辺がやっぱうまくサステンナブルになっているのも少ないなというのが現状なのかなと思いますね。難しいね、はい、なんかどうしてもこうプラットフォームとかのこう
ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその次、じゃあ、もうちょっと何していくか、していくと、まあ、そういうことも踏まえたので、我々が、その、まあ、我々なりにこういうところに来てる皆さん、じゃあ、そのどういう活動を、していくといいのか、みたいな。で、もしアイデアがある。そうですね、まあ、まあ、これまでいろんなところで話ができてると思うんですけれども、やはり一方でね、いろいろ熊本市としていろいろなところでいろいろな方々が、事例を出してきているのは事実。まあ、フリーゲーバーデジタル電磁効果放送もそうですし、ノンディザタイもそうですし、まあ、そういったものの中から、やっぱり、こう、お互いにこれが良かったとか、これはなんかいまいちだったっていうのを、やっぱり共有して、ことができるようになってきているので、そのための、まあ、ツールも必要かもしれませんが、先ほどの5秒見てるのは少ないですね。そういうところには来ているのかな、というふうにはやっぱり思います、ね。そうですね。なんか、これ、やっぱこういう課題、まさにニュースゲートベースでよく言われることですけども、そこら辺をもうちょっとちゃんと共有をしつつ、その、コラボレーションしていくというか、やっぱ、今ってすごい、年ごとに言われてて、これは自治体側の意識も多分あるんですけども、やっぱその、もうちょっとエリアで考えると、なんか、そもそもこう、ユーザー視点じゃないですよね。その自治体で言ってる人って。だからユーザー目線で考えるときに、その、どうあるべきかみたいなところを、みんなで考えられる場所みたいなのがちゃんとあると思うんですよね。まあ、ちょうどの関さんが、参加されている横展開コンソーシアム、はい、この前楽しい、はい、サンチャルスイベントを出場してました。そうです、ね、まあ、ああいうとこ、まあ、これからですけど、ああいうところで今できていけばいいんじゃないかなとは。確かにデジタル化横展開推進協議会っていうのが、まあ、最近立ち上がって、で、まあ、そこにはいわゆるスマートシティ系のソリューションを提供している会社の、人たちが集まっていてですね、まあ、私も理事の一人なんですけども、そこでまさにそういう話をしていて、面白いなと思ったのが、パネルの中でですね、そういう、こう、ビジネスモデルとか、プラットフォームの話をほとんどですね、民主主義の話をしていたっていう。これ何の意味なんだろうね。途中からもうこれ大丈夫かなって思ったんですけども、でもなんか、そういう話を大丈夫かなと思いつつ、でも、どういうレイヤーから落としていくっていうのは、ある意味、なんか最初だからっていうのかなというふうにも。だから、例えば、まあ、ウェルビーング指標みたいな話がデジタルの中で、ますけれども、ああいうのもやっぱ、本当にどうやって、市民の実感あるものとして使えるのかとか、政策の中で出していけるのかって、それに、その、我々が作るシステムみたいなものは、なんかどういうふうに貢献するのかっていうのは、なんか設計する側もやっぱそのレイヤーまでちゃんとこう、この射程を長く考えていかなくていけないのか。難しいですね。難しいですね。それとさらにこうビジネスモデルとか、儲けるそうなんですね。そこが難しいんですよ。そこはどうしていくのがいいのかっていうのをぜひ皆さん、そうですね。そういうのはぜひ議論をオープンにしていかないと難しい。ね、ですね。まあ、その住民中心とか言ってるところも、その、我々、東東ジャパンでもまだまだ全然できてないし、どうすればいいっていうところも、正直あんまりない、できてないっていうところがあります。まあ、なんかいろんな地域でワークショップやらせていただいたりとか、そういう形で、なんかプロトタイピングを作るところぐらいまでいけるんですけど、それをサービスにするってと、やっぱりこう、企業のサービスっていうのが必要なんですけども、その段階で、どうしてもこう切れてしまうとかです。どうして急にビジネスとかして、みたいな。なんかそこはなんかもっとプロトタイピングとか実証実験の形を変えていく必要があるのか。そこでそのまあもしかしたら行政し、そこ変えていく必要あるのかなというふうに思って。そうですね。まあ。まあ、行政、まあ、ここから、まあ、人口減少もあるんです。行政の、
方でお金をどうするかっていう話もやっぱり限界があって、まあ国も言ってますけど、いわゆる共助とし、まあ共助、あれ共助の方ってありますけど、まあ、官と民で両方こうお互いの両方とも出資しながら進みなさいっていう意味の共助ですけど、まあそういった仕組みはやっぱりその、必要なのではないかなと。この時に、あらゆる自治体で同じように、民間からお金をどうやってもらうかみたいな話になってしまうと、そこの仕組みは、まあ、いろんな提案をしながらしていかないといけないんだろうなと。そうですね。ちなみにそこに関して、共同ジャパンとして今進めたいと思っているのは、まあ、デジタル公共財という考え方。やっぱり、まあ、EU のパリウェイ、パフォーマンスっていいます。なのでいろんな企業がこのコモンズを育てていくっていう、うんうんうん、まあ、そうするとどんどん日本全体に総合運用性のあるシステムが作られていくし、まあ、いろんな企業がその上にそのプラットフォームを作っていけるっていう環境が作るので、まあ、改めてそのファイルやなりデータの循環体をちゃんとこう特定の場所でしか使えるものじゃなくて、ちゃんと日本全国、まあ、近所、世界中で使えるものにしていくっていうか、そこはぜひ皆さんと一緒にやっていきたいと思います。はい、うん、ちなみに、そのファイウェアコミュニティのっていうのが2年前に、はい、今後どういうコミュニティを作っていきたいとか、まあ、DSA とかなんですけど、なんか、その我々は今後どういう、まあ、今回も今後、まあ、毎月プロトコルで見てるんですけど、はい、なんかいろんな団体につながっていく必要もあるので、はい、なんかどういうふうに進めていくのかよりですかね、なんかどんなコミュニティを目指せるか。そうですね、まあ私自身としてやっぱりそのまま DSA ってデータ社会推進コーソーシャルとかでもやらせていただいてますけど、いろんなこういう課題があるっていうふうにいろんな人は言うんですけど、本当にどれくらいその課題が本質的というかなのかとかいうのは、なかなかやっぱり聞いてるだけで分かりづらいので、自分の方向限界があるって聞く相手に、その課題設定っていうのはやっぱり幅広く共有していかないといけません。なんか最近自治体の人と話をして、確かになと思ったのは、課題を見つけて解決をしていくみたいなのって辛いと。ただですからね、目の前に既存の課題が出たなんて別の課題を見つけてそこにリソースをクリアさなきゃいけないんだ、それは確かにですごめんって思います。だから、その、本当の課題を解決しに行くみたいな。なんかすごいファンシーで、その、デジタルなことで、できるからやりたいみたいなことだったり、そのビジネス上これ力入れたいからやりたいって言って、いろんな自治体にこの、いいことを持ってくるよりも、まあやっぱり、それこそ、公共交通の課題が深刻でね、はい、まあ、そういう具体の、ところ、これやったら確かにその住民楽になるなっていう実感のあるサービスっていうのを提案しなきゃいけなくて、それはアイデアですって話じゃないんだっていうところですね。だから多分必要なのはサービスを作ってるレイヤーの人たちがもっと知ってもらうことなのかなという人ですね。私も AI、まあ、事業企画を社内でするときに、まあ、AI と同じくらいの時期に始めるのはロボット系も始めたんですけど、まあ、そこから自動運転というか、まあ、いわゆるサーブロボットに興味を持ってきてたんです。まあ、そのアイデアの実証実験をしたんですが、まあ、やっぱりその、うまくそこでじゃあ自動的にできるかとそうではなくて、ということを考え始めると、やっぱりその、地域公共交通、今、というような課題っていうところに、今、真剣に取り組んでいる人たちと一緒に話をしないと、まあ、単体のその、オンデマンド交通とか、その自動運転とかではないなっていうのが最近私もつくづく、これはやっぱりこういう考え方を変えなきゃいけないなと思っているところですね。そうですね。自動運転とかも、やっぱり
地域の中で話してると、なんか新しくそのマースのシステムを入れて、ジョーンと走らせるみたいなところにあんまり彼らの現実味を持っていませんけど、それよりも普通にこう走らせるっていう福祉バス、あれをもうすでに走らせてるから、それに学生の乗れるようにした方がいいよねとか、その方がよっぽど現実的だって、まあ、それに必要なのは多分マッチングプラットフォームってことですね。ところをちゃんと入っていく、まあそれをなんかベンダーだけでやるみたいな、屋根入る人たちを基本でいくとか、まあ、そういうこともかもしれないですね。ありがとうございます。はい、で、残り時間まだ。で、じゃあ、倫理と社会。じゃあ、倫理と社会。で、プライバシーとかセキュリティの方をしたら、あんまり話せてないですけど、ここはでも EU とか見てると、そこしっかりそうです考えていて、そうで、特に今のデータプライバシーの議論って、日本ってだいぶこの海外、欧州から遅れていて、プライバシー保護、自分のデータを自分の同意なく、どう使わせないかみたいなところで止まってるんですけど、海外だったら、いかに匿名化して、はい、活用できるようにするかとか、でそういったところが研究としても進んでないですし、そのデータを移転させずにその必要なデータだけを開示する技術みたいなのも結構進んできていて、いわゆるデータスペースみたいな考え方が、はい、してるんですけども、日本はまだ対応や止まりところになっています、うん、データ全循環みたいな、ここら辺そのデータプライバシー、データをもっとちゃんと使われるにはみたいな。これは、まあ、いわゆるパーソナルデータとかのデータ連携の話もあると思うんですけど、じゃあ具体的にどういうデータをどう使うのかっていうのが、ユースケースがまだはっきりしてるようで、はっきりしてないところがあって、実際の、まあ、例えば先ほどのモビリティとかだと、やっぱりその人の属性によって、まあ、この人のところには行ったり行くべきだみたいなと、個人情報を、官が持ってる、技術行政が持ってるような情報を使ったら持っていくかもしれない話じゃないですか。やっぱそういうのを具体的にしていかないと難しいのかなと思います。厚生労働省とかは今医療 DX の中で、二次利用、まあ、研究用ですけど、進んでるわけで、あれ具体的にどう利用するかって話があったんです。と最近思ってて、そうですね、まあ、最近の話だと経済産業省とかも裏のシステムっていて、あれはやっぱり欧州のバッテリー規制、はい、あれに対抗するためだ、あれは目的がそれです、実際にやるのは大変なパイプラインで用意するのはそうだなとは思うんですけど、まあ理由としてはそういう何のためかみたいなところをもうちょっと、うん、考えて、それどういう人たちと話すんですかね。そうですね、これが難しいところは、多分今まで誰もやってないところ、こっちのデータをこっちの業界で使うみたいな、なので、難しい。だからそういう意味ではやっぱりそこに風穴を開けてもっと便利にしたいっていうふうに考えてる、まあ、先ほど若い人たちも言いませんけど、スタートアップみたいな人たちが多分いるんでしょう。確かにスタートアップのちゃんとこうサービスを提供しようとしている人たちの巻き込みみたいなのがあるかもしれないですね。まあそれこそ農業とか、そうですね、スタートアップいっぱい出てきてるし、ドローン周辺にもいろんなスタートアップ出てきてるね。で、共同点検とか、もう規制緩和とセットでいろいろ進んでみてると。まあ、お金もちゃんとそこにマーケットがある。テーマごとにこういう場をやって、いろんな人がね、あ、そうですね。うん、まず情報共有とか、課題共有からやってみるみたいなのは、まあ、しましたね。最近、浜松とかで、いろいろこう見ていて、浜松市で今、やっとしてドローンコールを新しくすることやって、あそこまで具体的に、はい、そのやりたいことが明確だと、高速道路から海まで川が通っていて、そこを自動でドローンを飛ばして、物を運ぶには、
どうできるのか、走って間にある場所と通るかで、高速道路から、そのドローンまでどう、ああそうですね、荷物を乗せ替えるのかやるのか、ラストワンマイルって思って結構具体的な議論が出てきていて、企業もどんどん参加してきてるんですよ。うん、だから多分スマートシティとシティの部分は多分 そういうことだなと、まあ、要はっていうリソース、はい、どれだけっていうのを作って、そういう人々の課題だけっていうかし、で例えば、まあ、小川市でやったのが、まあ、河川敷の再開発にこの設備をどう使いたいか、うん、そうなんかそこの都市のリソースをどのようにみんなで再認識、再活用したいのか、そこにデジタルができるかって、そこのアイデアとかどんどん出していくというのかな。そうですね、うん、ありがとうございます。なんかマイクがあれなんですけど、さ最後ですかね、時間的にも利用されますなと思いますけども、はい、2年後またじゃこういうイベントをやった時にはどのような状態になっているとよいでしょうかね、我々。まあ、そうですね、やはりこうやって、まあ、時々こうやって集まって話をする中で、お互いにそのいいところを、まあ、より取りじゃないですけど、っていう、まあ、循環ですよね。電循環と同じことなんですよ。まあ、そういう循環ができるような仕組みが作れたら、すごくいいんじゃないかなと思います。思うんですけど、どうですかね。ああ、私も大賛成です。最近よく僕はいろいろ物事を考えるときはフィードバックループなんですけども、はい、やりっぱなしじゃなくて、まあいろんなものをこう投入して一生懸命こうサイクルをしているだけじゃなくて、やっぱこう循環していろんなプレイヤーが入ってくるし、いろんな知恵がまさに共有されて、でやっぱこう住民だったりとか自治体の人たちが、いや、それ本当にやってよかったというような、そこの、ちゃんとこう、こういうふうにウェルビーイングになったみたいなところが、またその次の企画にリクルートされるような、こういったような、まずは情報共有と、なんか、アイデアをみんなが出せる、はい、まあ、そういう場所にしていきたい。はい。なって、はい、というところで、これは次のパネルに。はい。抽象的な議論が十分したので、具体的に抽象していただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん、パネルディスカッション。はい、ご参加の皆さんもどうぞ。はい、今からですね、パネルディスカッションということで、前半のお二人の対談を受けて、議論をしていきたいなと思うんですけれども、まあ、よくお分かりだと思うんですけど、抽象度の高い話みたいなっていうので、それをですね、どこまでこう、落とせるかっていうのは、まあ、僕の腕では無理だなと思って、いろいろやっていきたいなと思っています。で、まずですね、最初に、まあ、このパネルディスカッション、まあ、ネクストスマートシティという大きなこう、名前をかけてですね、このイベントを開催しているわけなんですけれども、そもそもスマートシティって何やってるみたいなところとかも、わからないのでネクストみたいな話をしちゃってるので、今、相談、もちろん同時ご紹介するのでしていただくんですけれども、今の状態で皆さんすごい不安なんですよね。こいつ何が、こっから何が始まるんだみたいな感じになって、で、しかも、モデレートは僕なわけじゃないですか。すごいことが行われるんだろうなと、なんかどう突き立てされるんだろうと思って、ドキドキしながらいらっしゃると思うんですけれども、あれ、どうしたらいいのかな、自己紹介していただけますかね。はい。じゃあ、そうですね。スライドを動かしながら、はい。僕は、まあ別に、ただと言います。TI 株式会社の、ただと言います。去年までですね、加古川市役所を見まして、25年間組み合って、まあ、この春からですね、この春から。もう1年経つんです。TIS に、
入社しまして、1年経ちました、というところです。はい。じゃあ、続いて、坂本さんかな。はい、私です。はい。お願いします。はい。改めまして、TIS の坂本でございます。はい。本当、どういうノリで自己紹介しようか、ものすごく、ね、悩んだんですけども、まあ、今回ね、本当に新しい、まあ、取り組みというか、このイベントみたいな形式もどういう方が来るかなっていうところで、まあ、もちろんスマート市皆さんご興味ある方が多いのかなと思います。まあ、ちょっと私の、まあ、やってきたことと、まあ、私の趣味というか、好きなことを、もう自由に話してしまおうかなと思って、最初にこんな感じになりましたけど。で、私自身ですね、先ほどのキーワードでも結構ありました、まあ、オープンソース開発っていうのを趣味でやっていたりとか、あともちろん業務でも少し携わっていたり。いたりするんですけども、そうですね、まあ、その中で、まあ、ちょっと右上の画像とかですと、まあ、私個人にしても結構いろいろとプロダクトを作っておりまして、はい、まあ、ちょっと GitHub とか、その辺分からない方は、ちょっとピンとこない可能性はあるんですが、まあ、それなりに使ってもらっているプロダクトもあるので、その辺、興味ある方はですね、ぜひアクセスいただくと、まあ、面白いプロダクトもあるので、よろしくお願いしますというふうに言おうと思っております。はい。で、あと、略歴なんですけれども、TIS 株式会社が入社した後は、研究開発部門にて、クラウド自動化のオープンソース、開発しておきました。で、その後はですね、まあ、大学の方で、ちょっと常駐して、対話とか、社会心理学ってところに、まあ、研究に携わってました。で、その知見を使ってですね、高齢者の生活支援、AI 対話サービスですね、ところも、まあ、スタートアップエンジニアでして、まあ、最初立ち上げとかもやってる。あと、その次は、先ほど、ちょっとキーワードに出ました、ファイヤーですね。こちら、ファイヤー使って、ロボットのフォード走行っていうところを、ステータス管理とか、ファイヤー使って、実証実験したり。で、現在ですね、オープンデータ、まあ、これも先ほどのキーワードにちょっと出ましたけども、そこを使ってですね、まあ、データをうまく実施されたりとか、まあ、もちろん、市民もそうですし、政府、まあ、全体のプレイヤーで、うまく循環させていけないかという。ところの利活というところを、まあ、ちょっとうまくやっていけないというところで、まあ、あと生成 AI とかも今、それでうまく組み合わせてできないかなとか、まあ、割と、まあ、先ほどね、まあ、技術的なところばかりっていう話だと、ちょっとネクストとしてどうなんだみたいな話もありつつ、まあ、結局はかなり技術的な感じなんですけども、まあ、もちろんね、この辺も、この後のディスカッションの中で、話していけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、次、右下さんですね。お願いします。はい、株式会社アンテコの右下といいます。よろしくお願いします。僕はもともと、大阪総合デザイン専門学校っていうデザイン系の専門学校に行きました。で、趣味でプログラミングとか 3D とかをやってた関係で、今の会社に入って、で、おととしですか？おととし。そうですね、おととし、パフォーマー市で、スマート市を。させていただいてっていう関係でちょっと今日呼んでいただいているって状態になります。で、僕さっきデザインから言いましたけど、趣味で結構 3D をやったりゲームをしたりするので、こういうビジョンプロや VR が好きで、これを仕事に使えないかなって僕は考えています。まあ、本日はよろしくお願いします。はい、田原夏子と申します。株式会社インテージのソーシャルイノベーションディレクトというところと、インテージホールディングスのアランティセンターに、研究しております。私はですね、2022年1月からインテージの方で、まあ、インテージはマーケティングデータ、マーケティングの支援をしている会社なんですけども、これらの基盤を生かして、社会課題解決のまちづくりであったりとか、どこで活用できないかというテーマで、今までもエンジニアの方が、バックグラウンドが気に入った。で、事業会社で、もともと都市計画のところで、で、そこから事業会社で、事業から、まあ、コーポレート、CSR の機能の立ち上げであったりだとか、で、そこのところから、まちづくりと、その、文化は、地域の事業者をいかに仕事するかというのを、ショップテーマで、まあ、利用して、そこから戻ってきて、ショップの行動変容をやっていきました。どちらかというと、技術というよりは、まあ、どう変わっていく社会技術よりのアンバックグラウンドになります。どうぞよろしくお願いいたします。コードフォージャパンでエンジニアをしています、川。アングルネームが龍馬
けど、僕はですね、ずっとフリーランスのエンジニアだったんですけど、おととしぐらい、Code for Japan に入って、データ連携基盤とか、オープンデータを、まず触った後、最近は気候変動とか、あとは Web3 にすごい僕は関わっていて、まあ、そういうプロジェクトに参加しています。あとは、Code for Japan の、 そのシビックテックとかオープンソース開発のところでいうと、コミュニティを作るとか、まあ、かなりボトムアップに、まあ、自分と巻き込んでどうやったらいいのを作れるんだっけみたいなところを、まあ、やってる役割を、多分、Code for Japanのチーム内では、なんかそういうポジションなのかなっていうのを、個人的には思っています。あと、坂本さんは GitHub、マジすごいって使うの。僕もプロダクトを使わせてもらってて、はい。尊敬してます。以上。はい、ありがとうございました。そうですね、これをパネルで言ってたとですね、最初にこう、前半でですね、議論いただいた内容も深くなるんですけれども、まあ、我々っていう言い方で言うんですか、どうかわかんないですけど、ここに集まっていただいている皆さんもそうなんですけど、スマートシティっていう言葉自体がですね、すごく広範に使われすぎてて、一体何なんだろうっていうのが、いまいちわからないのかなと。全然技術の話をしているのか、地域世界の話をしているのか、なんかね、よくわからないんだけど、みんななんかスマートシティって言ったらなんか、よくねみたいな感じになっていると、まずすごく、なんですか、課題というか、これを、まあ、ネクストスマートシティ、まあ、これをまたスマートシティって言っちゃうと、どうなるかっていうのはあるんですけれども、まあ、今後もですね、まあ、これ皆さん、尋ねていくんですけれども、今後のスマートシティ、まあ、スマートシティって単語というのがいいのか分かんないです。別の単語を書いていただいてもいいんですけれども、未来において、まずいきなりなんですね、どんなことを念頭においてやるべきなのか、技術だと技術でもいいですし、地域だと地域でもいいんですけれども、何かそのあたりの示唆をちょっと、まず最初にですね、いただきたいなと思うんですけど、いいですか。じゃあ、はい、再開ですね。もう坂本さんからいきましょう。はい、ちょっとね、このスライドにもうすごく最初渡されたときに、何発想です、そういう、抽象だらけなんですけど、で、はい、まあ、スマートシティ、まず何したらいいかっていう、まあ、ネクストとして、まあ、ここはもちろん、すごく広い、まあ、解のない問題だと思うんですけど、やっぱり先ほどの、まあ、ゆたりと関さんの話を聞いた上で、やっぱりサービス、まあ、目的意識みたいなものはやっぱ必要だと、アーキテクチャとかプラットフォームみたいな話、もちろん私大好きですし、まあ、先ほども技術みたいな話だったんですけども、そこは私自身ももっともっと意識していかないといけないな。だからそういう意味でも、やっぱサービスレイヤー、まあ、都市応援とか、そういうプラットフォームのところだけじゃなくて、都市サービスとして、まあ、どういったものを提供できるのか。まあ、あとそうですね。あと、やっぱりそこでうまく巻き込んでいくためのコミュニティって話も先ほどありましたけど、まあ、そこをうまく、まあ、コミュニティ作っていかなきゃいけないですけど、どんなコミュニティがいいかってものすごく、ね、悩むことがあります。まあ、先ほど、両方のコミュニティ、すごい感じられるとか、そういうやられてるという話がありましたけど、まあ、本当に、なんだろう、まあ、まずはたくさんのプレイヤーに参加してもらうところだと、とにかくライトにこうやって、まあ、今日のイベントとかもそうです。例えばライトに参加してもらえるというのがまず一つ。ただし、目的意識とかそういったところはしっかりと確固たる形で進んでいくというところが、まあ、その両面がやっぱり必要なのかなと。ただ、それが、まあ、このイベントで何か一つ、またね、継続して埋まっていくということなので、まあ、つながっていけたらいいんじゃないかなと、私は思っております。はい、ありがとうございます。ゆきかさん、あ、じゃあ、どうぞ。どうですかって言われても、どう今、デジタル赤坂っていうスマートシーンに近いグループを赤坂でやってるんですけど、やっぱりそれ、もともとスマート系っていう話題で始まってるので、デジタル系をすごい最初、バーンって言ったんです。例えば、町会の人にアンケート取るのも全部デジタルのフォームでやったりとか、オンラインでやったりとかしてたんですけど、それって反感を買うことがあって、お前ら急に来てないよね、みたいな。で、そういうのを、なんか、やって思ったのが、やっぱりスマートにしたいって思いがいつも、最初は例えば、
アンケート取るのも紙で取ってみたりとか、あと、やっぱり、もうでっかい大判で紙印刷して、ここで見たりとかしましょうとか、やっぱり、あと、まあ、現地にやっぱり出向いて、ちゃんとフィールド見てやると。っていうのはやっぱり大事かなと。だったら、その、ツールから行かないと。まあ、そうですし。割と見方のところって、地道にこう、ね、サポワーでやっていただいたときとか、結構地道にね、ステージで立ってもらってくれないようになりましたんですよね。カメラの調査をしていただいたとか。まあ、そういったところが結構大事な部分なんですね。アナログ的なアプローチから行った方がいいんじゃないかみたいな。そうですね。何でもかんでもデジタルにするというかは、やっぱアナログの方が向いているもの多くあるので、今無理にスマートとか、まあ、デジタル化せずにアナログでやるっていうのが大事だと、僕は思います。はい、ありがとうございます。終わってます。頼む。次ですよ。次ですよ。あなと思っています。あんまり、先ほどご説明したように、私の、僕のオービリスの会社のスマート市という形で関わっていたということではないので、やや関連的な、ですけれども、大きくは、その、まあ、少ない資源の中で、皆さん、みんな共生していくという、共に生きていくっていうことを、いかに実現するかっていうところなのかなというふうに思っていて、その、こう、皆が多様である、かつ複雑であるっていうところをこう受け入れながらうまくやっていくために、こう、技術がすごく役立つんじゃないか。デジタルであったりだとか。要は、もう少し同じものとしか使わないと処理できないよっていうことではなくて、人々がみんな違ったりだとか、意見が違うっていうところをこう許容しながら、こう、うまいことし具合のその資源の配分の仕方であったり、共通利用であったりだとかっていうのが、できる。なので、ネクストスマートシティと言っていいのか分かりませんが、まあ、一つの大きな課題、まあ、それが正直言うんだよですけども、に対してどうアプローチ、でも誰かを黙って、まあ、強制されるって人はすごく嫌うので、正しかろうが嫌なんです、何か強制されるということは、すごく反発をするというのが、ヒューマンエレメンスみたいなので、まとめられてるんですけど、なので、強制されてるわけじゃなくて、追い返されながら、いかに。うまく、どうしても消費源に近い距離感になっちゃうので、どうしてうまく取っていくかというところが、こう、求められるのかなというふうに、全抽象的に失礼します。はい。では、両方ですね。そうですね。僕、ちょっと具体的な話をすると、なんか、東方ジャパンの、兵庫県のちょうど歌詞で、まあ、ハイウェイをどう使えたみたいなところから始まって、まあ、結局、そういうデータ連携基盤とかって別に、なんか、じゃあハイウェイである理由とか考えたり、とりあえずデータで用意みたいなところで、まあ、使ってきたんですけど、なんかちょうど、その、地元の、地域おこし協力隊の人が結構こう腕をつけてきて、じゃあ来年、それ、データを整える、例えば、マイウェイに今入っているデータとか、住民が入れたいと思っているデータを、じゃあきれいにして入れて、まあ、それもデータの全循環のところに、地元の人が入って、で、それをローカルデータマネージャーっていう名前をつけて、それを仕事にするみたいなことを、なんか、やっていけたら面白いなっていう、その、まあ、盛り上がっていて。なんか、この、この間、ちょっと違う島にちょっと行ったときに、その、生活がほぼその島の中に成り立っている。外が何か輸入してこう来てるっていうよりかは、そういうなんかデジタルでも同じようにローカルで成り立つレベルでこう使えるようになっていくところを目指すのも一つ面白いかなっていうのがすごい最近。ありがとうございます。割とスマートシティの言葉の中でですね、すごく、まあ、僕も普段ホワイトをするときに、都会になっていく、都会化されていくみたいなイメージを皆さん持っていて、この10年くらいずっとやってきてたじゃないかと、データ連携基盤で、なんかすごく、サービスができていくんじゃないかみたいな感じで、でもそういうサービス全くなくてですね、ただただなんか基盤だけみたいな感じで、で、そこにちょうどデータも揃ってなくてっていうようなことが繰り返されてて、で、なんか良かったのか悪かったのかみたいなことが評価できない状態にもなっているものだと思うんですね。まあ、皆さんそれぞれ結構地道なというか、その、相手が見えるようなコミュニティっていうのは大事なのかな
ふうにおっしゃられているのかなと思ってるんですけれども、これ、最後のですね、スライドを戻していただいていいですか。これ、いきなり文言を言っているのか。エクストコラボレーションとかパートナーシップというところで、タイトルが出るんですけれども、ここでね、異なる分野という言い方はどうなのか分からないですけれども、地域社会とか地域文化、まあ、地域の人たちとより良い方向に結びた、進んでいくためにですね、どのようにつながっていって、で、発展していくべきだと思いますか。まあ、今、柴田さんから話していただいてどうもうまいんですけれども、もし可能でしたら。いただけますか。どうしましょう。また行きますか。はい。はい、そうですね。地域の、方々と一緒にどうコラボレーションしていくかということですけれども、そうですね。やっぱりそこの、重要性ものすごく私も感じるなと。で、2年前ぐらい私は会津若松市に住んでおりまして、そこでもちろん。弊社スマートシティとかやっておりますけれども、やっぱりそこに、スマートシティのビルがあるんですけども、で、自分は結構その、そういうの環境と関係ない方々と結構関わったりとか、あと、私自身趣味でテニスやったりするので、そのコミュニティとか話してると、やっぱり我々の取り組みと全然知らない方々がそもそもいっぱいいるんです。そもそもビル何やってるのって、スマートシティって聞いてくる。スマートシティいつできるかって。ディズニーランド開園みたいな感じで、スマートフォン始まるのかみたいな、想像してる人がいたりして、やっぱりそういうわけじゃないと思うんですけども、やっぱりそこをギャップはどうしてもある。で、それをまず知ってもらうというところが重要だなというところで、で、そこをね、やっぱりなんだろう、市民の方々がそれぞれ求めてるものがね、違うと思っているので、みんながみんなのスマートシティを使いたい、活用したいと思ってるかっていうと、それもまたちょっと違うのかなと。だから、現状の生活正直言うと、自分は満足してるんだって、で、住民の方もいるし、ただそれを、ずっと同じように持続的に、10年、20年、あと100年後、そこの都市が、維持できるかっていうところを観点で言うと、やっぱりいろいろ考えなきゃいけないんだろうなっていうところを、本人たちとか、もちろん本人たちも理解してはいるものの、やっぱり自分の失敗とかを考える、そして自分のためみたいなところが、どうしても出てくるのかなと思うので、そこをやっぱり自分事として、やっぱりもちろん市民に押し付けるわけではないなくですね、我々自身もうまくですね、そこか、きっと何か仕組みが必要なんじゃないかという。ところは思いつく、コミュニティの手段みたいなところは私ちょっと絵画がしたいんですけど、はい、とても問題意識として感じますので、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、リーダーさん、はい、今の実体験も含めて、さっきの赤坂の話の続きなんですけど、やっぱりその赤坂はいろんな協会があって、でそこにこういう取り組みしたいんですよっていう話をしに行くんですけど、なんか例えばさっきデジタル赤坂って言ったんですけど、それはプロジェクト名で、一般的にしたいからって言って、いい町赤坂って名前を付けてたんですね、仮で。で、その名前でいくと、じゃあ今はいい町じゃないのかとか、そういうの言われることがあるんです。やっぱりその、今まで生まれてた方にとっては、急に来て、何を急にいい町とか言い出してたとか、デジタル化って何することもよくわかんないのに、何しに来てんだみたいなっていうのがやっぱりよくあって、で、やっぱりなんか、最初にお題として挙げられてた課題ももちろん あるんですけど、やっぱりその町会の人の話を聞いてるとまた別の課題があったりとか、あと見えてないもの、なんか本当すごい細かいことだと、なんか防災層との関係がとかそういうのがあるんですけど、なんかそういうやっぱりちゃんと話を聞きに行ったりしないとわからない課題ってあるなっていうのは、ありがとうございます。このままね、田中さんに振っても面白くないので、いきなりビーボールみたいになりちゃうんですけども、先ほど、対談の中で、三谷さんから、スマートシティ、目的じゃなくてっていう話と、ツールも大事だみたいなお話だったと思うんですね。この中で、こういったものを、じゃあどうしたらいいのみたいな形で、じゃあどうしたらいいのとか、でもイノベーションはしたりできないじゃないですか。で、考えたときに、どうなったら、こういうものが実現するのかっていうのを、なんか田畑さんの目線で聞いてみたらいいなって、これ結構個人的な
恐怖というか、あんまりテクノロジーがっていう話もしない上で、その不満としてって何だろうとか、じゃあツールもないみたいな話としても、でも自分たちに持続していかないといけないし、次には持続していかないといけないしって考えるときに、じゃあどういうアプローチをしていくのが、これからの未来にとっていいのかっていう、まあ別にそれが答えではないと思うんですけども、ちょっとご意見を聞いてみたいな。そう。私もどうしようか難しいですね。はい。なんか、合ってるのか分からないんですけど、さっき言っていた、課題で合意する。先ほどの関さんが、浜松のお話をしてましたけれども、もうこの状態をこう解決したいねっていう、やっぱり、コレクティブインパクトとかに対してなくて、まあ、目的を共有化するっていうと、あと変化をするのであれば何を変えていくと、まあ、少なくとも中間ポイント的な先行指標になるようになって、かつクリアな、まあ、できれば住民の方にも分かるような指標っていうものを一緒に設定、この方向これ解決したい、この方向を直したいみたいな話と、ここの数値を動かしていきたいよねっていうところを合意して、そのために皆さんが持っている技術であったり、そのスマートシティが、まあ、先ほどやっぱ、でも、単純化されるのは嫌がれる。なので、複雑なものを複雑なまま、こう、相手に合わせて解決をしていくときには、おそらくそのデータであったりだとか、っていう、その新しい技術がないと、まあ、普通に諦めなきゃいけないことがたくさんあって、代表者の意見しか来ないみたいなことがたくさんあるけれども、技術があると、皆さんのこうやりたいことだって、阻害されずにできるかもしれない。ということで、このスコアが動くっていうのを、皆で、こう、うちとして、私がこの、デザインのところに来たら、そういった中間指標みたいなものを、皆で動かしていきたいインパクトっていうのも、そっちを設定できると、すごく、アプローチを何でもいい、大枠を合意してて、ここを動かしたいってことに合意していれば、アプローチがいろんなやり方でいいんですよ。でもみんなでやりましょうって言ったら、そこにイノベーションが生まれるじゃないかと、まあ、いうような、こう、生まれしてるんですけど、そうね、その合意形成とかがすごく難しいなと思ってて、その、まあ、合意形成に参加してくれる人たちをどう集めるかみたいなところもあったりするんですが。まあ、自分自身がその自治体にいたときっていうのが、その人たちはどうやって集めるか。すごく苦労した。ワークショップをしようとしても、まあ、今日もそうかもしれないけど、こういった場を作ったら、じゃあ、皆さん来てくれるかっていうと、気に入ったりするとか、そのあたりって何か工夫とか、そのあたり、うん、どうするみたいな。なんか、そのあたりでちょっとずれてしまうかもしれないけど、こう、なんかさっきの共通の目標を持つっていう、まあ、違うこと、数字がコラボレートするときに大事なことって共通の目標を持つということと、一部見える化するってこともある。それ以上に、お互いをリスペクトするってこともあるっていうことになって、皆さん、育ってきた環境が違うので、でも、その違うわけですね。あったじゃないですか。っていうときに、なんか一つアイディアとしてはうまく上手にやってらっしゃるなと思うところがあるんです。感情を動かす。なんか正しいってやっぱり人に結構強要しがちで、正しいからやりましょう、正しいから聞きに来てくださいみたいな形があって、なんか楽しいみたいな、こう楽しいとか美味しいとか嬉しいみたいなのをすごく大きなエネルギーになるとか、この社会的な取り組みでうまく取り入れているんですけど、そういう感情側面みたいなものっていうのに関しては、なんか人はこう自然と相手は違うよねっていうことを割と受け入れていて、そこを共有をしようとは、割とこう、より、ね、うまく関係性を気づきながら巻き込むみたいなことができていたりするなと思っていて、でも日本の公共の課題とかって、なんかちょっと楽しそうにすると、ふざけてるという感じで、まあ、とても難しいと思うんですけど、嬉しくも決してお祭りだけの種類ではなくて、なんか自分の関わり方、関わったことが見えるから嬉しいとか、やっぱり楽しいとか、市の、いろんなイベントされてる方とか、その現場でも、なんか、無償分と市に行きます、決めてよみたいな、実感としては全然やられてると思うんですけど、なんかこういうのがスマートシティとか社会課題になった途端に、なかなかこう、どう
ちゃうかというか、難しい人生になっちゃってるかなっていうのは、うまくは言えないんですが、そういった感情のところに、こう、少し寄り添ったりとか、関心を向けた仕掛けみたいなのがあります。ありがとうございます。はい、ご来場いただいている皆さん、決まったの決まった難しそうな顔を聞いておられませんかっていうところですね。テストはちょっと皆さん、楽しそうにやりましょうっていうのは、ね、なんかキーワードなのか、多分楽しそうにやってるところって皆さん集まりたい、行ってみたいなとか思ったりとか、参加してみたいなと思うだろうなと思ってるので、皆さん、苦しそうな顔してもらっても、前もちょっと行きましょうっていう感じで、本当にいい話をいただいたなと思っています。で、そこでですね、ローマさんに、じゃあ、それの技術をどうフォローアップしていきましょうみたいな感じの観点で、まあ、いろんなプレイヤーに参加している単位をどうしていけばいいのかっていう部分で、どうですか、いかがですか、何かどういうことか。技術か、昔。ちょっと、迂回して話すと、なんか、感情でこう動かすっていうのは、すごい、僕、いいな。だから没入感どうやって作るかなとは今の話しちゃって、なんかそのスマート指示を僕らが作ってるんだみたいな、こう、なんだろう、盛り上がりみたいなのがすごいな。で、例えばあると、まあ、その具体的にじゃあ技術がどう使うか、まあ、さっき僕たちが何ができるかと、それこそコードフォージャパンがこうよく最近、地方自治体でもハッカソン任されたりするわけですけど、そこで生まれたこうプロダクトを、まあ、別 の, まあ、日本中のこう代表者の場所で発表できるように、その場、こういうのもあるよっていう、最終的にこう発表する場も設けます。ここまでの気持ちで技術が必要なんだったら、手を貸して、じゃあちっちゃいこれぐらいだったら作るよとかって、まあ、こう作ってあげて、なんかこうでそうしてるうちにその例えば博士が集まってくれた最初のシーンの火慣れみたいなのがだんだんこう没入してきて、おなんか俺らいけるじゃんみたいなこう私たちは結構思ってたよりなんか街にできることってたくさんあるじゃんみたいなことを気づいていくみたい な, なんかそういうことはとても重要だし、まあ、作り手側にいかに回らせるかっていうのはこのボードパンのの、まあ、ある意味得意な、まあ、アプローチかなというふうに思って、なんかそういう、ことが重要かな。なんかできることを少しずつやっていくアプローチだったりとか、よく競争という言葉が出てくると思うんですけど、そこに競争したところに、人は参加してみようかっていうのが僕はずっと思ってて、口でですね、よく競争だって言ってるんですけど、そこも現場に行くから、その人見なかったです。経験だったんですよね。だからそういうので、ちゃんと参加って自分のこととしてっていう言葉もあったりするんですけど、そういった方ってですね、皆さんのプレイヤーとして、参加したいというのは良くならないんだろうなと、もう常々思っているので、まあ、できることをやっていくっていうのはすごく大事なものだろうなというふうに。で、まあ、今日ですね、ネクストスマートシティというイベントということで、冒頭にして次世代を作った、未来的に人材をどうやって、育てていくかっていうような感じの観点の話を少しさせていただいたんですけれども、まあ、ここに集まっておられる方も、すでにですね、まあ、次世代を担っていく皆さんだったのかなと思ってますし、で、まあ、頂戴いただいている皆さんも次世代をこうやっていただく方なのかなと思っているんですが、まあ、そういった中ですね、そういった、次世代のリーダーだったりとか、エンジニアを育成するためにですね、どんな支援があるといいんだろうっていうのをよく考えるんですよ。まあ、こういうところで喋らせてくれば全然ウェルカムなので、ここにいらっしゃったら次、僕がご指名したら、よろしくって言われても逃げないでくださいねっていう感じなんですけれども、そういう、まあ、食べらせてくれとかもそうかもしれないですし、なんか、お金っていうとちょっと難しいかもしれないですけども、どういった経緯があると、実際に育っていくんだろうっていうところで、皆さん聞いてもらいたいと思います。はい。はい。ちょっと先に確認したいのは、どのレベルの人を想像して、その成長っていうふうに書いてますか。どのぐらいのレベルっていうのは、どこまで、年代要は、分かるんですけども、本当に、まあ、年代でもいいですね。例えば、今、学生の人たちが、はいはい、
まあまあ、じゃあ、学生とか、まだ、ね、あの社会人になるかならないかぐらいですかね、社会人じゃないけど、まあ、見方もあったんですけど。まあ、もっと見たら、はい、はい、はい、それぐらいの見れましょうか。まあ、じゃあ、そのスタートラインみたいなところですね、そうすると。やっぱりさっきのじゃコミュニティみたいなところがまず一つかなと。で、作り手側に回るみたいなところで、本当に、で先ほど用語されていただいた、本当に共感するなと思っております。で、一方で、あの、それこそ、オードジャパンさんがやってるソーシャルハックでですね、あれなんかは本当に、まあ東京でやってるものなんですけども、あの、本当にシビックハッカーって言われる、まあ、作り手。まあ、あの社会からというか地域の問題を一緒にみんなで集まって解決しよう。で、一応テクノロジー使ってみたいな、まあ、イベントを、まあ、1ヶ月1回解決されてるんですけど、私自身も定期的に参加させていただいてまして、でそこで本当にですね、あの社会課題というか、ご自身の持つ課題とか、どうして持った人たちがプロジェクトを持ち込んできて、でそれで、そこに共感した人たちが参加してくるんですけれども、その中で本当に若い方、まあ、私が見ても若い方という方が、参加されているので、まあ、そういったのをもっともっと増やせるといいんじゃないかなと。もちろん今もね、すでに何もしなくても人集まってくるのすごいイベントだと思うんですけども、もっともっと人数を増やして盛り上げていけるかなというのもあるし、やっぱりそこの、ね、ソーシャルプレイみたいなところに感じされて、もっと広がりを、なんか、各地域とかで広がっていけると思う、救い手に回るってところで、まずは最初入ってもらってもすごくいいんじゃないかなと思いました。はい。意外とソーシャルハックデーにですね、僕みたいに技術持てない気がしたりするんですよね。ちょっと互いをこう語っていって、じゃあ何ができるだろうみたいなことをさせていただいたりしてるので、まあ、気軽に参加できるんだろうなとは思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、ミリタさん。自分はこうやって育ってほしいみたいなのでいいですかね。どこを目指せばいいか分かんないですよね。おととし、その、加古川市の手伝いしていただいたとき、大体二十歳そこそこだったんですけど、まあ、なんていうんですか、ね、加古川でこういう案件があって、こういう課題があって、で、まあ、僕が一番手伝ってたのは、現地調査を手伝ってたんですけど、現地調査をするにあって、300台ぐらいの電柱を調査しないとね、みたいな。課題があったんです。なんかもちろん打てますで、その、電柱調査どうやるみたいな話を、まあ、社内にして、で、まあ、普通にやろうと思ったら、例えば、まあ、紙のこう調査シートみたいなの作って、デジカメで写真を撮りながら調査しますとかいうんですけど、それを一回ちょっと階段の近くでやってみたんです。で、5本ぐらいやって、これしんどくないってなったの。300やるのやばいよなと思って。で、まあ、そういう課題があるのかって、どうやってやったらいいかを、みたいな考えて、ノーコードのアプリを使ってみて、調査を行ったりするって言ったんですね。で、それで、まあ、何が変わったかっていうと、300台の調査を、6人ぐらいで分散してできたんですよ。で、1人でもうスマホで全部完結するので、スマホで写真も撮れるし、メモもできるし、みたいなで、調査を完結できたりしました。で、こういうのを、なんかできた背景がやっぱあるなと。もちろん多田さんがそのいろいろ技術的にある程度詳しくて受け入れていただけたっていうのもありますし、うちの会社も今日来てるんですけど、代表が結構その何ていうんですか、ある程度任せてくる、そのこうやってっていうのじゃなくて、ある程度こうなんかもちろんその誘導はある程度してくれるんですけど、こういうふうにやったらいいんじゃないっていうぐらいで、ある程度任せてくれる環境っていうのはすごい成長につながったんだなと。まあ、周りの人たちが、みんなの好きに必死でいいよと言ってもらえるようになったんです。そうです。ああ、なるほど。皆さん、わかりましたか見守ってあげてください。ありがとうございます。パークさん、どうですか？はい。そうですね。どういうって、なんか思いついたことで。いや、いいです。いいです。はい、で言うと、まあ、企業の課題と違うところって、対象者を選べないというか、いろんな人がいますっていうところがいいかなって言って、なんかその、いろんな、まあ、私なんていうか、会社でこういろいろ部署なんかを変えたいなとか、ちょっと組み合わせだったりとかすると、あ、なんか全然変わった違うみたいなことが結構起こるんですけど、なんか、でもそっちにはそっちなりの真実というか、いろんな理由があるんだとか、なんか
まあ、こう全然見た目は違っても喜怒哀楽一緒だみたいなこととか思うと、ちょっと見方が変わってくるなと思って、なんかそういうのいろんなバックグラウンドなのかな、でも自分と異なる人たちと接点を持つというか、ここに対する共感を持って理解するみたいなプロセスがどこかにあるっていうことが知っていいんじゃないかなっていうね。その場に若い人を送り込むみたいな、はい、うん、でも今ってやっぱりどうしてもむしろその自分と近しいバックグラウンドの人でコミュニティも、うん、まあ、でもつながれるし、実際のこう例えば学校教育であったりっていうのも近しい人で少し分けられていってしまうようなところがあるんですけど、なんかそれはそれですごくいいところがあって、でもなんかそこでは全然考えが違うことって理解できないなって思っちゃうみたいな、どうしなくていいし近くにいないからっていうのだと、なんかそれでなんか場所作りをすると、多分それってこう企業のサービスであれば合う人とかわからないんですけど、街づくりだと結構難しい点が出てくるんじゃないかなと思って、なんか、そうですね、でもまあ飛び込んでみるみたいな、乱暴な感じで、私なんかも、例えば本当に文化に飛び込むみたいなプログラムなんかも今非常に増えてますし、それはいろんなレイヤーで起こりうるのかなというふうに思うと、あとはなんか、できるんだろうっていうスコープの設定ってあるじゃないですか。で、なんかこうできあまりにもすごく広すぎると、に今現状手が出せないストレスなので、皆さんそのストレスじゃない範囲で、ここまでができることだって認識すると思うんですけど、それがやっぱり広めに取れてるっていうことが大事かなと思って、で、身近な人だったりとか、自分がやってみたいとこって言っていて、できるっていうことなのか、あとはその、身近に実際に突破していくような人を見て、あ、なんかちょっと無理かなって思ったけど、それってよくもできるものじゃないか。だからできる前提でちょっと考えてみるみたいな、文化を手に入れる、もうスコープをちょっと広めにアイデアを出せるように、とかやればできるんじゃないかなっていう、一般的な心理を。そうなると、やればできるんじゃないかなって見せ方ってありますよね。やればできるからと問い込んだら、すごいなんか、大やけどするみたいな、ね、とかね、ありません。いや、でも、それも経験ですよね。まあ、別に失敗しても許してもらえることも共有しないといけないんだろうなと思いますし、まあ、それが全て、で、終わってしまうわけではないので、人としてすべて終わるので、いや、なんか、なかなか厳しいですね。まあ、ね、だから、なんていうかね、狭めに設定することは結構合理的なんですね。うん、でも、そこを次世代リーダーの方たちにも、なんか、何とこう読み間違えるとかって聞かないんですけど、やってみてもできちゃうかもしれないし、そう、ね。やってみて、ダメだったらダメでいいじゃないかというところもあります。はい、まあ、もちろん、初回みたいなプロジェクトがあるかもしれないですけど、やらせてみないと成長はしないですから、はい、まあ、そういったところでは、まあ、そういう場合についていくというのは、一つの大事です。ありがとうございます。龍馬さん、どうですか？どうですか？ずっと龍馬さんだけじゃないですか。どうですか？なんか、僕が龍馬さん出てほしかった。違う。いいですよ。それは、熱いのかって言ってもらって。まあ、でも、それで言うと、ここで、まあ、これは。で、これまで、その、まあ、学校とかで学ば、あまり学ばなかったことで、多分、これから必要になってくるなっていうのは、その、どうやったら、見ず知らぬの人とコラボレーションして、最大パフォーマンス出せるかっていう、なんか、そこの気づき、それはもちろん、なんか、コミュニケーションスキルとか、まあ、外のスキルから、まあ、もうちょっと専門的な、こう、スキルを組みますけど、なんか AI で、個人の作る能力はとてもあった。もう多分、作れないものとかないくらいの、こう、技術がすごくなってなくて、なんか最近ちょうど、僕はもう、なんか、これ日本人まだ下手くそだとは、個人の能力が高くなると、みんな自分の力を自慢したがる
で、こう例えばオープンソースの日本のコミュニティとか、何かこの間の石川のノートの地震の後に、こう災害対策のこういうのを作りたいんだっていうことだと、そのこれ自体はすごくこういいことなんですけど、なんか例えばオープンソースだと、じゃあ今この言語使ってるから遅い、じゃあこっちの言語に切り替えるみたいな議論で、こうマウントを取り合う、こう一周がこう立てられるとか、またはその地震とかこう災害の時に立ち上がる動機がすごくいいんだけど、こうなかなかコラボレーションがうまくこう突発的に起こったものだから、ちょっとバラバラしてた人たちが集まって災害パフォーマンスで、はい、立ち上げるっていう、何か作り上げるっていう能力がとても重要だと思います。なんかそこのこう知らない人と一緒にやるみたいな、会社に働いてたら普通は集まってたんだ。ただ、例えばオープンソースとかの文脈で言うと、まあ、それが日常茶飯事で、じゃあ3日ぶっちゃコミットしてくれた人が急に音信不通とかもあるんですけど、だからでもそういう人たちが流動的にぐるぐるしていく中でプロジェクトを成り立たせる、そういう能力をこう養う教育とかもしてもらって。すごいことが動力とかって言いましたね、今ね。入れるから。だから、いつでもこの、流しそうめんみたいな状態で、こう、次々、こう、並べていく人たちを追ってくれないみたいなね。嫌う人もいるし、並ぶ人もいるし、でも並べていく人もいるし、みたいな感じで、それでコミュニティが流れる。こういう、ね、すごい、面白いですね。そうですね。なんか、そこを、なんか、メソッドがあるんです。本当に成功するには、これがないと絶対成功しないので、まあ、もちろん壊れないけれど、ただ、そうですね、そこを成り立たせる、まあ、よくね、もう、なんていうか、初動はすごく勢いがあって、いろんなことをやって、最初だけみんなが集まるんですけど、そのうち、パーッとね、沈んでいくものがたくさんあってですね、それを僕はたくさん見てきたんですけれども、まあ、地域コミュニティもそうですし、まあ、このイベントもこうならないようにしかできないんですけれども、分かってるとね、皆さん、ちゃんと来てくださいという感じなんですけれども、うん、結構ね、こういうのサスティナブルにやっていかないと、まあ、ずっと継続してやっていかないといけないんだろうなというところで、まあ、今日ですね、パネルディスカッションということでさせていただいたんですが、まあ、時間がですね、もう限られてまして、まあ、最後に質問というのか、まあ、最後、まあ、本当はスライドとか読んでいかないといけないんですけれども、じゃあ、2年後、いや、10年後、なんか、皆さん、どう会いたいですかっていう話と、まあ、ちょっと番組みたいな感じなんですけど、うちの会社があって、ちょっと一人、質問があったんですよね。2030年デジタル社会の地図っていう本をですね、これ、なんか2日目に出るんですけど、そこのね、入り口にあるので、また手に取っていただいて、持って帰っていただいてもいいと思うんですけど、ご会社にいらっしゃる方は、ぜひ、物数限られてるんですけど、持って帰っていただいたら、書店で買いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。というところをね、ここにですね、面白いこと書いてあってですね、未来をいい回答を持ちで終わらせるのではなく、実現していくためにって書いてあるんですよ。あ、すごい言葉だなと思って、まあ、パッと見てたんですけど、そうしたことですね、皆さん、まあ、ここに登壇された皆さん、最後に一言ですね、あなた、あと10年後どうなっていたんですかということを、希望も含めてですね、まあ、要求も含めて言っていただいてどうかなと思います。どうですか。はい。はい。そうですね。まあ、2年後、10年後、まあ、それぞれロードマップがあると思うんですけども、まずこのイベントはですね、まあ、継続していったら、まず素敵ですねっていうところで、まあ、やっぱりイベントこういうのやっても単発で終わってしまう。まあ、3回ぐらいやって、いやいやとか、だんだん参加者減ってしまうとか、まあ、さっきのこの棚の方からありましたけど、まあ、皆さんちゃんと来てくださいね。次回も。はい。ね、ちょっとつまんないなと思わないでくださいね。皆さんで盛り上げていきましょうと、我々も含めて。っていうのを、まあ、改めて継続して、2年後、まあ、10年後は、多分スマート式言葉なのかは、もはや分からないんですけども、まあ、その中で、そうですね、まあ、こういったイベントもそうですけど、私自身は、まあ、スマート式っていうキーワードか分からないですけど、そこの、そうですね、まあ、地域や社会において、
何かしらちょっと私が考える仕組みとか、やっぱりちょっと技術的な話になってしまいますが、まあ、それがちゃんと使われてる、自分が作った何かがちゃんと社会で使われて回ってるっていうのが、私自身の欲求というか、やりたいことですね。はい。まあ、その次に、まあ、それで社会でより役に立ったら、すごく嬉しいなと思います。はい。以上になります。ありがとうございます。はい。個人的な目標も入る。そうですね。ちょっと、今作ってるものが、まだ、ちゃんと、さっき、いろいろとましたけど、使われてるっていう実感がまだ持てないと、あと、なんていうんですか、プロトタイピング的なものが多いので、ちゃんと製品として完成させたりとか、いろんな人に使ってもらって、こう、ありがとうって言ってもらえるようなものを作りたいなっていうのと、あと、まあ、会社がでかくなるようになと思ってます。以上です。ありがとうございます。そうですね、最初に話を忘れてしまったんですけど、私今ヘルスケア領域で行動変異を近くですが、なんかこうそこの目指すところとしては、住んでるだけですごく意識が高い人が増えるとかじゃなくて、住んでるだけで健康になっちゃうような街作りみたいなのができるといいなと思っていて、住民がそのことを考えなくても、住んでるだけで課題が解決してるみたいな、こう、ところを実現できるための連携の指標であったりとか、なんかこう、可視化みたいなのっていうのをやろうとしてるんですけど、なんか、まあ、その生き方はもしかしたらダメになるかもしれないんですが、町のこういった国家の作り方としての課題解決で、みんなにこう、しっかりできるじゃないですか、連携してて、できた町としては、みんなに暮らしているだけで解決しているっていう状態ができるなというふうに思います。ありがとうございます。むすぎですね。10年後ですね、僕が30年。でもそれで言うと、最近、まあ、年齢がちょうどその、まあ、あと5年ぐらい、例えば、もう、まあ、もし、うまく、いろいろこうタイミングがある子供がもしいるかもしれない。で、なんかさ、それを考えた時の時、今みたいに、じゃあ、朝7時ぐらいから夜中の1時までずっと仕事するとか、生活的にリズム的に無理になる。なんか要は家族のことも見ないし、みたいな。僕の前のステージを考えるとそういうふうだなと思っていて、なんかその、ってなった時に、じゃああと3年しか仕事命、の命がこうやりたいことに時間を捧げられないんだ。もう、まあなんか、諦めてる感もちょっと、なんか技術でもっとその時間的自由が欲しいなっていうのはすごく思いますね。なんかこれでもちろん家族の時間も欲しかったりするし、そこに時間をたくさん使うし、ただこう仕事とかやりたいことにもたくさん時間を使えるみたいな、なんかそういうふうに単にじゃあ技術で、今やってる計画がデジタル上で置き換えられるっていうよりかは、もうちょっと時間とか場所の制約をもっと解放される、さっきビジョンプロでもうすげえって感じでした、もっと解放される10年後になってほしいなと思います。ありがとうございます。前半の話題が出てですね、まあ、このパネルディスカッションということでさせていただいたんですけども、まあ、最後に前半のパネルからのチャイムでですね、いいとこ取りではないですけれども、循環できるようなっていうような話があったりとかですね、まあ、いろんな方がですね、知恵を持ち寄って、まあ、今回、タワさんが全然技術じゃないんだけど、いいのかって僕にすごく感じておりたんですけど、感じておりたんですけれども、そういった方も、やっぱり、ね、いないといけないんです。
取り戻してあげなきゃとかではなくて、やっぱりそういう方と参加できるようなメリットっていう意味では、なんか参加していただいたらできないですし、まあ若い方もそうですし、まあ年齢が高い方が参加してできないわけじゃないですけれども、いろんな方がいろんな意見を交わしながら、どうやっていい社会を進めていけるかということを今後も全然考えていけばいいかなと思っています。まあ今日たくさんですね、結構無茶ぶりなんですね、質問ばかりして申し訳なかったんですけれども、パネリストの皆さんにですね、最後に、世界の拍手をよろしくお願いします。はい、あっという間に20分でしたが、で10年後たださんに来てる、僕は分からなかったです。たださんが分からないってことは僕も分からなかった。そうそうそう、一緒でしょ、うん、しし僕らは10年後ここにいちゃいけない。そう、どうやってフィールドアウトするかっていう、考えるちゃんとバトン渡して、もちろん、もちろん、バトンは投げつけて、こう渡して。ね、いろいろスライドでもいただいてたところではありますけれど、一番最初から出ててね、最後に残ったのネクストスマートシティのネクストとはどういう意味が込められているか、これを皆さんで紡いでいくのがこのイベントだというふうに考えてますので、次回もぜひまた来ていただいて、今度はあなたが登壇するそんな順番がずっと回ってくるかと思いますので楽しみに。いいよ、目を届けるんですよ、この瞬間先生で怖いね、目をこう当てられるじゃねえかみたいな、分かってますか、当てられるんですよ。下を向いてもね、当てられるのが当てられるんですよ。しかないんですけど。はい。ということで、この後第2部に入ってまいりますので、第1部のライブ配信はここで終了とさせていただきたいと思います。ちょっとね、音声聞きづらいところとかあったかと思います。僕もですね、ここの設備、まだ何回かしか使ってないので、今後より良い配信ができるように頑張っていきたいと思いますので、温かい目で見守っていただけると思います。それでは第1部、タイガン、ユタミ様、関様、パネルディスカッションの皆さん、省略していただければ。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。